ポッカレモン消防音楽隊とビリーエンゼルスの皆さんによる演奏です。よろしくお願いします。
TBS 系火曜ドラマといえば、なんといっても星野源と新垣結衣が主演した逃げるは恥だが役に立つではないでしょうか。ドラマのエンディングで流れる恋は、出演者が踊る恋ダンスとともに SNS 等でも話題となり、爆発的に人気となりました。今回はリリー・エンジェルスの演技と合わせてお楽しみください。
。映画史に残る永遠の名画として挙げられる第三の男、3人の主演俳優、オーソン・ウェルズ、ジョゼフ・コットン、アリナ・バリの圧倒的な存在感、そしてテーマ曲もアントン・カラスのチターという楽器の演奏によるもので、映画音楽史に特筆されるほどの名演奏でした。日本でもビールの CM に使われるなど世界中に親しまれている名曲です。今回はサンバのリズムに乗せて明るく楽しく演奏いたします。それではビリー・エンゼルスの演技も合わせてお楽しみください。皆様改めましてこんにちは。はい、ポッカレモン消防音楽隊の渡辺と申します。本日はですねお招きをいただきましてありがとうございます。それから、ね、ちょっとあの天気が心配でしたけれどもお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。毎年このイベントにはですね私どもあの、お招きをいただきまして、こうやってね演奏演技をさせていただいております。私どもですね皆さんあのご覧いただいておやっとねあの思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、あの私どもですね、ポッカレモン消防音楽隊、なんじゃそらというふうにね思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、名古屋市消防局のですねあの直属のバンドでございます。昨年の4月からですねあの、まあ、ネーミングライツ、いわゆる命名権をですねあの、まあ、売却をして、ポッカレモン消防音楽隊という愛称がつきました。いわゆるスポンサーがついたわけでございまして、ですねまあ、あのぜひともこれあのいろんなあの主催者の方も混乱してですね、ポッカ音楽消防隊とかですね、ポッカ消防音楽隊とかですね、まあ、なかなかあのちょっと正確に言ってくれないことがあるんですけども、ポッカレモン消防音楽隊でございますのでね、ぜひ皆さんもこの機会に覚えていただけると
幸いでございます。さて、私どもですね、まあ、あのこうしてあの、演奏演技を通じてですね、皆さんの命を守る広報をさせていただいております。これから、空気が乾燥してですね、あの火事が起きやすいシーズンになります。皆さんのお宅にですね、まあ、住宅用の火災警報器がねついてるかどうかっていうのはですね、あの毎年アンケートで取ってるんですけれども、あの実は 85% の方がつけていただいているというデータがあります。で、まあ、まあまあじゃないかというふうに言われるかもしれないんですけれども、まあ、実はこの住宅用火災警報器を設置していただいているおかげでですね、あの名古屋市の火災も、年々少なくなってまして、まあ、要はあの早く気が付くということですよね。火事になる前に気が付く。で、10年ぐらい前からですかね、の火災件数を見ますと大体半分ぐらいになってます。1000件ぐらいから500件ぐらいに減ってる。すごい効果なんです。でしかしながらですね、あの火災によるあの死者、住宅火災による死者っていうのはですね、実は減ってないっていうのがあの現状なんです。これはまたあの何でかと言いますと、まあ、やはりですね、あのやっぱついてない家庭からの出火によって、要は逃げ遅れてしまう、こういった方がいらっしゃってですね、なかなかあの死者が減らないというのが現状でございますので、どうか皆さんですね、お家に帰られたらあのしっかりとついてるか。それと最近はですね、あれ大体の10年で電池がなくなっちゃうんです。で10年で電池がなくなっちゃうんですから、まああのね、あの電池が効いてないあの警報器は、まあ、あの何の役にも立ちませんので、ぜひともあの点検できるようになってますのでね、それを点検していただいて、まあ、必要ならば交換をしていただく。あの電池を、ね、交換するタイプもあるようですけれども、いろいろセンサーも、ね、劣化してきますので、まあ、10年経ったら丸ごと変えていただくというのがあの一番いいというふうに思っております。ちょうどその、住宅用火災警報器をつけてくださいというふう我々がこう、まあ、条例化してですね、あの皆さんが義務付けられてからですね、10年経つ、もうすぐ10年経つ。ですからその頃につけていただいた方はもう電池がなくなる頃ですので、ね、ぜひ覚えておいていただけるとありがたいと思います。はい、それでは早いもんで、次は最後の曲なんですけれども、ハローファイヤーマンという曲をお送りいたします。この曲はあの私どもの、まあ、定番の曲なんですけれども、実はあの全国消防あの全国の消防音楽隊がこれをレパートリーにしております。消防士のために、作られたですね、非常に優秀な行進曲です。とてもですね、覚えやすいフレーズ と元気が出る、曲ですのでね、どうか皆さん最後に、曲を聴いていただいて、まあ、元気を持ち帰っていただければ幸いに存じます。それでは、ハローファイヤーマンです。聴いてください。
隊による演奏演技を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。ポッカレモン消防音楽隊とリリーエンゼルスの皆さん、ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。